さんこんにちは、シャーベットネオの港美空です。シャーベットネオの候補生チームの西本ひかるです。こんにちは、コスプレイヤーのカモミールです。男の子女の子好きなキャラクターをひたすらいっぱいコスプレしてます。よろしくお願いします。イエーイ、すごい、はい、ありがとうございます。じゃあ今日は水着の紹介ということで、まず私の紹介からいきます。爽やかな、まあ、20歳らしい白系の元気な女の子っぽくした水着になってます。はい、コスプレイヤーということで、コスプレイヤーっぽい水着のアレンジを意識しました。髪型もメイクも片取れずコスプレ濃くしつつ、水着っていうのが分かるような、あの出し方で、谷間とかがあったので出しつつ初パンで水着をチラ見させてます。はい、小道具とかもいろいろ持ってきました。私は南の国が好きで、こんな感じで、あ、ごめんなさい、南のさっそくりな水着です。おしゃれですね、本当に桃が、うん、個性立っていいですね。いや、一番個性立って。私、コスプレイヤーで活動してるんですけど、うん、普段、アニメとか漫画とかって興味あるんですか？好きなのはよく読むんですけど、そうかよくね。コスプレとかしてみたいなって思ったことはめちゃめちゃあります。あるんですね。え、何やりたいか。ラブライブ。ラブライブみんなやりたい。知れるみんな一人でやりたいって思っちゃうぐらいみんな可愛いから。何か好きな作品とか。進撃の巨人。あれでもちょっとこれ。やっぱりもう帰れば。あ、帰れば。この辺に気がつけて。ちょっと出して。確かに。対人間。対人間。後半の進撃の巨人です。人間の方の進撃の巨人の方。一番詳しいので関係しちゃいましたもんね。そうですね。誰をやりたいんですか？進撃の巨人。誰？ああ、似合いそう。スタイルがいいから楽しみにしてます。え、本当に。コスプレ撮影会とか教えてほしいです。ぜひぜひ。コスプレってカラコンからメイクから。からいろいろあるんですよ。髪ってこっち？あ、これは実はビッグ。あ、そうなんですね。コンタクトレンズもこれちょっとハーフ寄りのコンタクトレンズなんですけど、縁がはっきりしてるコンタクトレンズもあれば、すごい高発色の。すごいコスプレって奥が深い。そう、もしやるときはぜひしてください。ほとんどね、一般人で何か。確かに。ぜひ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、いいね、グッド、コメント待ってます。はい、やってほしい企画とかあればぜひコメントください。お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。